現役フィナンシャルプランナーが実践する幸せを運ぶ不労所得のすすめ。この番組は現役フィナンシャルプランナー藤井が実際に最前線で培ってきたお金の知識やノウハウ、不労所得で幸せに生きるためにこれまでチャレンジしてきた数々の失敗談や成功談についてご紹介する番組です。それでは番組をどうぞ。北海道はでっかい道。はい、北海道はでっかい道の時間がやってきましたね。安いラジオドラマみたいになってほんとね、最近安いラジオドラマ、深夜ラジオド、ラジオドラマっていうのはなんていうの、ラジオ番組、ラジオ番組、あの勉強中の中学生が聞くような感じになってますけどというぐらいか、その中学生の放送部みたいな感じになってきましたよね。はい、はいはい、ということでおはようございます、ナビゲーターの新野木です。おはようございます、ファイナンシャルプランナー藤井です。どうしました藤井さん、いきなり北海道とかって言うから釣られましたけど。いやね、北海道行く行く詐欺をしてたわけですよ、僕らは1年間。1年間で、まあ、どういう話かっていうと、はい、我々 の、 あのやってる投資コミュニティで不労所得分散投資クラブっていうのがあって、はい、結構北海道からの参加者率もそこそこあったじゃないですか。ありますかね、はい、まあ、といっても数名だけど、うん、なんかなぜか北海道がなんかあるみたいな。そうなんですよね、分布図でいうと結構かぶってますね、北海道にだいぶ。で、あの去年から北海道に行きますよと、オフ会しましょうねって言ってたんだけど、はい、ずっと詐欺ってたっていうことで、あのついに、はい、これもう6月入ってるのかな、はい、これ放送は。いや、5月、あー、6月入ってますね。入ってます。ギリギリ入ってますね。うん、6月の2週目に、はい、北海道の札幌に行くことになりましたという。なんかこれを発信してる翌週ですよ。あ、そうなんだ。おお、はい、じゃあ美味しいものでもね、うん、食べようかみたいな話をしてる時かもしれないですね。うん、そうですね。はい。はい、いや非常に楽しみですね。うん、この季節だ、あの冬をね、なんとか避けよう、避けようとするじゃないですか。そうそうそう。雪はきついよ。きついですよね。さすがに。いや、でもその冬の季節が一番海鮮物っていうんですか、うんうんうん、海産物は美味しいっていうじゃないですか。うん、でも昨日40度くらいになってたよ、札幌。そうなんですか。そうよ、気温、なんか北海道が一番なんか気温が高かったっていう、とんでもない、うん、あ、そうですか、びっくり、うん、僕のなんかなんだっけな、なんか東京で仲良くなった子で、はい、北海道の実家に帰ってマジで農家でマジで牧場みたいな、その子のインスタ見てたら39度ありえないみたいなね、ニュースになってましたよね今日の朝ね。はい、本当ですか。ああ、それはそれでちょっと逆に大丈夫かな。でもね、なんか暑い時のジンギスカンとかも美味しいんですよ。うん、実はジンギスカンのめちゃくちゃうまい店を教えてもらったんですよ。マジですか。もうここ本当にうまいらしいです。なんていう名前ですか。言ってもいいんですかね。いや、わかんないいや、でもそれ以上に美味しいのがあるよって1週間前に知れるじゃないですか。そうですね、うん、そうか、僕らからすると、うん、カモン。店の名前はダルマらしいです。お、なるほど。羊なのに。羊なのに。ダルマさん。ダルマっていう店らしいんですけど、まあ、めちゃくちゃ有名らしいんですよ。へえ。めちゃくちゃ有名でめちゃくちゃうまいらしいです。へえ。行きましょうそこ。北海道に住んでた人が、はい、ここが一番うまいっていう。あ、言ってたの？めちゃくちゃグルメな人がいて。おー、じゃあこの聞いてる北海道のリスナーさん、何がダルマだと、ね、転ぶぞとダルマがそこ行ったら起き上がれねえぞと。そうそう、ダルマさんが転んだだという人はね、ぜひ情報ですね。そうそうですね、はい、はい、1週間前なんだね、これね。そうですね、これは楽しみですね、うん、まあ何もなければダルマに行くってことになる、ね、はい、そうなりますねはい、ジンギスカンですが楽しみですね。ジンギスカンとビールがすごい美味しいらしいですよ。へえ、暑い時だね。うん、藤井さん好きそうですねそうですね、びっくりするぐらい藤井さん好きそうですね。本当に暑い時に暑いものを食べるってね、うん、そして冷たいお酒を飲む。そうそうっすよ、本当。
こたつでアイスクリーム食べるみたいな、なんとも言えない快感がありますよね。その話はいいんですよ。ね。今日はね、北海道の話がしたいんじゃなくて、はい。あ、違ったんですね。そうそう。北海道も行くんで、はい、ぜひなんかワークショップとかもしようかなと思うんで、あ、いいですね。うん、なん皆さん来れるか分かんないから、まあ、ぜひこれ聞いてらっしゃる方でね、うん、あ、なんか札幌なんですけど、まあ、札幌でも北海道大きいからね、本当300キロくらい離れてるとこもあるから、いや札幌って言っても遠いよって思うかもしれないけど、まあ、なんかせっかくなんでワークショップとかもしたいじゃないですか。うんうんうん、なんで、まあ、クラブの方が、まあ、メインにはなっちゃいますけど、まあね、こう、ちょっとお問い合わせいただいたら、それはいいかなと思ったりするので、いいですね、はい、せっかく行くんだからね、なんかね、いろんなつながりを持ちたいですよね。うんうん、で今日ね、はい、なんかこの前、本当に超久々に、はい、昔のその同級生と、あと当時の上司が今一緒に会社やってて、そこのなんかこう交流会というか、まあ、10周年パーティーが呼ばれて行ったんですよ。はい、でそこに学生さんとか若い子も結構たくさん来てて、なんか本当に久々のこう交流会的な、でこっちが開くやつじゃなくて本当に人がやってるやつを行くのってもう何年ぶりかに行ったんですよ。でなんか学生かなと思ったら実は社会人だったんですけど、その子が名刺交換してくれたんで名刺交換したんですよ。でその会が終わって、はい、多分30分もしないうちに僕の会社のメールね、名刺渡してたんで、その僕の会社の方ですね。だから、PLH の方ですよ。まあ、PLH の方ですね。あれはね、こう G メールが入ってて、はいはいはい、G メールになんかいきなり来たんですよ、メールがね。30分ぐらいしてですよ。あ、この子結構面白いなと思って、やり取りしてて、やり取りしてたら、なんかお茶でもするみたいな話になって、さっきは会ってたんですね。で、なんか今、工場で働いてるんだけど、なんか今までやったことない、その、ね、仕事をしていきたいとかっていう若者がね、前途ある、前途多難な僕よりも前途あるね若者が言うので、はい、ちゃんと相談に乗ってあげなきゃと思ってね話してたんですよ。はいはいはい、でなんか、まあ、彼が言うにはだけど、なんかそのなんか営業の仕事をしたいみたいな話になったんですね最初。でなんで営業の仕事したいのって言ったら、今までやったことない仕事がしたいと。じゃあ今の仕事何なのって話になると、工場でなんか金型を取ってなんとか技術のなんとかをしてますみたいな。でなんでそれじゃあその別の仕事したいのって聞くと、なんか面白くないんですと。で、まあ、確かに営業力ってすごい大事じゃないですか。そうですね、イコールセールス力でもあるから、でそれはイコール人間力でもあるわけじゃないですか。だから確かに営業の仕事はいいかもしれないねというのもあって、でも下手になんか変ないろんなね手出しちゃダメよと、うん、そうで、この前なんか髪を切りに行ったところで美容師さん誘われて、なんかこういうパーティー、クッキングパーティーみたいなのがあるって言ったら、それはあるネットワークだったっていうそういう話も聞きながら、あるよねそういうのみたいな美容師さんクッキングパーティーそうそう検索者出てきそうな、そうそう、で僕は美容師なんだけどこっちもやってるんだみたいな話になって、うんうんうん、フライパン売られそうになったみたいな話ここまでちょっとバレちゃうんだね、ディスられちゃったらいけないんだろうなんだけど、 そうですね、まあ、そういうことじゃなくてみたいな、うんうんうん、そういうのじゃなくて、例えばコンテンツを、ね、自分で媒体を持って売ってみるとか、うんうん、例えば椎名木さんのように、ね、携帯をその店舗で一番売ってみるとか、うんうんうん、なんかそういうので人とコミュニケーションを取りながらセールス力をつけるとなんかいいかもしれないね、うん、みたいな、うん、確かにですね。そうで、なんかそれを思うきっかけは何だったのって言ったら、はい、いや実はそのセミナーに行ったんですと。で有料セミナーに行ってみたんですとかっていう話になって、多分これもしかしたら聞いてるかもしれないんだけど、その子今日 LINE アット思いっきり登録してもらったんで聞いてるかもしれないんだけど、まあ言わせてもらうんですけど、なんかその有料セミナー3万ぐらいだったんですね。でその自己啓発の系のセミナーで、なんでそれ行こうと思ったのったら、まず3万円でお金を払ってその2日間でそういうのは詐欺じゃないかっていう気持ちと、でも何を教えてくれるんだろうみたいなっていうの気持ちと、その好奇心もあっていたと。で結果的にすごい良かったんですって。で、それを話していったら、
かな、そういうところに興味がもしかしたらあるのかもねみたいな話になって、なんかこう話してたらだんだん講師をしたいみたいな、うん、講師でセミナー講師、うん、もちろんお金も欲しいんだけど、もっとそのなんか例えば自分が悩んでたそういうこととかに、僕みたいなやつって今いっぱいいると思うんですよねみたいなことを26歳の男の子が言うわけですよ。そこにくすぶっちゃったりとかする、うんうん、日々つまらないと感じるっていう、だからそういうところにすごい魅力を感じたんで、もちろんお金もあるんだけど、むしろお金よりもそっちのなんか同じ年代の人たちになんかこう貢献していきたいみたいな、うん、ほんまにと思ってお金欲しいんじゃないのって言ったら、いやなんかね本当にお金じゃない風だったんですよ。うん、でこれ僕からしてみたら結構ありえなくて、僕は26歳の時に全然稼げなくてギラギラしてたんで、うん、お金だろうみたいな、ね、でもそのギャップを感じたのと、あやっぱ年齢によってこの価値観ってやっぱ違うんだなっていう話です。うなるほど、うん、いや僕なんか絶対講師になってコンテンツビジネスでバックエンドセールスでバーンみたいなね、よくあるじゃないですか。ありますね、まあ、もう割と僕らの業界も割と近いところもあるじゃないですか、うん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 、だけどなんか本気でそこは別にまあ ついてくる話でしょみたいな、そう、なるほど、そう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 、これでもそういうその多分その子は本当にそうだと思いますし、うん、なんか逆に言うとお金がそこまで必要じゃない時代っていうのもあると思うんですよ。とおっしゃいますと、例えば藤井さん、わかんないですよ、ちょっと僕の頃憶測も入ってますけど、うんうんうん、藤井さんがじゃあ26歳の頃ってお金を持っておくことがステータスだったはずなんですよ、うんうん、何かまだね、まだですよ、うんうんうん、あのいいなんていうブランド物を身につけたりとか、うん、車を買ったりとか、うんっていうのをすることによって自分の価値が高まるというか、うんうん、っていうのがあったんじゃないかなと思うんですけど、うん、今って別にじゃあブランド物とか車とかってそこに価値をみんなが置いてるわけじゃないんで、うん、自分にとって必要なければ誰から見ても何の価値もなくなっちゃってるんで、うん、お金があることがいいっていう価値観じゃないんだと思うんですよね。そうみたいですね。なんかそう聞いてたけどリアルにちょっと感じちゃってですよ、ね、すごい勉強になって、あ逆に俺が勉強させてもらったなと思って、彼の感謝しかないんですけどね、すごい、そうだ、そうか、そういう価値観かみたいな、聞いてましたよ、聞いてあ、そういう、そう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 、そういう人がいるっていう、部下はなんかこう、うん、全然こうやる気が起こんなくてみたいな、うん、で金で釣っても、うん、この稼ぐぞみたいな全然ダメって聞いてたけど、あそうか本当にそうなんだなって、ね、だからそれだけ価値観が多様化して、うん、みんなが求めてるものが全然変わってきたってことですよね。そうですね。言ったら例えばその労働の対価としてお金をもらうとか、うん、大変なことの対価としてお金をもらうっていうのよりも、うん、大変なことをしたくないからお金いらないっていう面白いねそれっていう感じなんだと思うんですよ。いや自分にとってはお金をもらって何かをするっていうよりも大変なことをしてストレスを受けたくないっていう方が価値が高いんですよね。なるほどなるほどなるほど。だからそういう仕事に就くのがあのその人にとってはすごいあのいいんですよ、幸せなんですよ、うんうん、なんか出世をしたりとか、うん、なんかこう上場企業のどっかに勤めたりとか、うん、じゃないんですよ、ね、そういうことだよね。そういうこと、年収なんぼだとか、年収なんぼ1000万とかじゃないんだと、うんうん、極端に言っても年収100万でもいいと、うん、100万でもいいから俺が好きな時に寝れてご飯をいっぱい食べあのご飯を食べてあのちゃんと寝れて、うん、であの遅刻してもじゃあ怒られない会社に勤めるっていうのが多分夢なんですよ、うんうん、そうっすよね。僕が今36で、はい、45とか6の人と最近よく付き合うんですよ。こっちの世代はねもう超ギラッチ超ギラッチ、もう物物欲みたいな、うん、だからその間でもらう僕は育ってきてるから割とこうやっぱ稼ぐぞおーみたいなノリなんですよ、どっちかというとね、体育会系なんで。そうですね、うん、でもそうかそうなんだと思ってね、なんか本当でも価値観はすごい多様化してると思いますね、うん、あの今多分そういうニーズに合わせてあの面白いアプリが出てて、はい、これがですね一応、まあ、まだ東京だけだとかでしかやってないんですけど、うんうんうん、タイミーっていうアプリなんですよ。タイギー広島弁ですタイミーです。タイミー、タイミー、タイムとタイムとミーじゃない、
私じゃない自分の時間とかなんですね、うんうんうん、タイミーそのアプリ何かっていうと自分の時間多分確か1時間からなんですけど、うん、1時間からバイトできるんですよ。例えば今日、うん、あこのあと友達と2時から待ち合わせしてるけど 今じゃあ12時で、うん、14時から待ち合わせしてるけどちょっと暇だなってなったらその1時間仕事ないかなって探してあったら1時間ぐらいバイトしてお金もらってですぐに友達とも会いに行ける。まさかニゴニゴ現金払いですか。だとあそこのちょっと支払い方法は何か分からないです。まあ、アプリかなんかもね、はい、多分ね経営するのかもしれないですけどね、うんうんうん、へえ。それが可能なんですって。もうそういうのにすごくニーズがあるんですよね。まあねそうだよね。なんか別に言ったらじゃあもう正社員としてどっかに働くっていうことをしなくても昔はじゃあそれさえしとけば、うん食いっぱぐれがなかったじゃないですか、うんうんうん、である程度も収入も増えていくっていうのが見えてたからあれですけど、うんうん、今は別に言ったらそんなことしなくても生きていけるし。そうなんだよね。ですよね。そうそうそう。別にそんなことしなくてもなんでしょう、誰かの評価を得たいとも思わないし、うん、かっこいいと思う、車を持つことはかっこいいとも思わないし、ブランド物もいらないし。そうなんだよね。だから住むとこもなんか欲がないっていうか、はい、欲っていう、それ欲ってなのかどうなのかも分かんないけど別にいいじゃんみたいな風に捉えられたら、うん、なんか逆に何でもありかみたいな感じだよね、うん、だから面白いですね。でもいろんなそういう価値観が実際に実現できるんで、うん、何でもできるわけじゃないですか、うん、そうだよね。だから逆に言ったら、うん、若い世代ってめちゃくちゃスキル高い人多いじゃないですか、うんうん、そういう一部のスキル高い人とかはバリバリ稼ぎますよね、うん、まあねなんかびっくりするぐらい稼ぐじゃないですか、うんで片や別にそういうお金じゃないっていう人はそこじゃないところを目指していくから、うん、だから多分 SNS も流行るんですよね。それで多様性があってあこういう生き方もあるんだっていうところに惹かれたりとか、うん、共感したりとか。いやでもさ、はい、なんかすごい思うんだけどね、はい、でも今企業とかね、まあ、国とか政治を犯してるのは、まあ、50代60代70代じゃん、はい、完全に謎だろうね。まだ俺ネットやってるから、うん、意味がわからんとかってね、あるかもしれないですね。いやあると思うな。だからお前ちょっと100万やるから、うちの会社来いよって言っても、そこが労働時間が例えば9時間だったら、いやいいですっていう。僕20万でも労働時間8時間のところでいいですっていうようなこう。なんかその勇気を持ってこだわってる感じじゃなくて本当になんか本当にいやもういやもういや違うんですだからそのお金が絶対的な価値じゃなくなってしまっているっていうすごいよね。でもなんかそういう土壌がそれだけ日本ができてるってことだと思うんですよね。まあね、うん、チャレンジ、まあ、言ったらそれで昔で言うとチャレンジじゃないですか。なんかこうミュージシャン目指して、うん、全然売れない食えないけど、うん、夢を追って、うん、昔はもう生きるか死ぬかみたいな話だったじゃないですか、うんうん、でも今って別にちょっとバイトして稼い5万でも10万でも稼いどけば、うん、別に死ぬことはないし、そうなんですよ。やりたいこと やればいいじゃんっていう。いやそうなんだよね。だって極論言うと、はい、家なくてもご飯食べられなくても自分の力で、はい、死なないよね。死なないですね。死ねないよね、むしろこの国はね。そうですね。今日日ね、なんかもう路頭に迷う母子いないよね。いないですよね。そういう子たちが今20代、ね、前半とか後半中盤の子が30代になってきたりとか、うん、ってなるととんでもないこうね価値観多様化するよね、うん、だからそこでも面白いと思うか、まあね、怖いと思って、そう、ね、そこを拒否するかっていう差じゃないかなと思うんですけど、その多様化にね、俺らもこうついていかなきゃいけないね。うん、俺昔いいことを教わって、はい、その今のね、その FP の社長が言うんだけど、俺たちはカメレオンだと。おどんなお客さんにもカメレオンしていくぞみたいな、カメレオンしていくぞそうでどんな感じでもこう、ね、環境適応していこうみたいな、唯一それがマインドセットなんだけど、俺たちはカメレオンっていう、そうでも、まあ、まさにねそういう価値観の子たちがどんどん増えていくんだなって思うと、なんか自分の価値観だけを押し付けちゃいけないなっていうのもあるし、まあでも逆に教えなきゃいけないことも多いなと思いましたけどね。なんかね、なんで、まあ、今日の結論は、20代を見習ってやりたいことをやれ、死なないからっていうね。
藤井さんがまとめた。そう。いや、まあ、でも死なないですからね。いや、でも死ねないよね。なかなかないと思いますね。ねまあ、たまにニュースであるじゃないですか。うん、本当にこう、なんか餓死をしてしまったとか、うん。でもあれって多分情報はないだけなんですよね。うん、だから極端に言ったらその死なないセーフティーネットみたいな情報だけ取っとけば死なないんで、うん、結構チャレンジできますよ。あ、それは逆手にとって、だから、やりたいことやればいいじゃんとか、好きなことやればいいじゃんっていうふうに、その、思った方がいいよね。思った方がいいと思いますね。うん、その方が、だって社会って多様性、生物ってね、多様性の中でずっと生き残ってきたじゃないですか。一つの。すごい、いいこと言い出した。うん、はい。だって、いろんな可能性があって、いろんなパターンがあって、うん、多様性がある生き物、要は変化ができる生き物ほど生き残ってきたじゃないですか。うん、全く変化に対応できない、要は多様性がない生物って全部滅んできたんですよね。うん、だから今の人間もいろんな多様性を持つことによって、それが、じゃ未来どうなるか分からないってなった時に、その分からない未来に行った時に、今、ドラクエとかで言って遊び人みたいな、全然役に立たないぞこいつみたいなのが、確かにスターになったりするかもしれないですよね。そうそうそう。たまにね、会心の一撃出すんですよ。遊び人がね。いやー、わかるわかるっていう、ね、だからそれってわからないことなんで、いろんな、うん、要は多様性とかいろんな価値観を包含しといて、そのまま未来に行った方が、うん、そこで爆発する可能性って圧倒的に高いんですよね。だから、ね、確率的な価値観を持っていくよりも、うん、いろんなその可能性を持っていった方が、だってそれで今 SNS の例えばインフルエンサーとかって、うん、まあそうだよね、客観的に見たらなんだこいつみたいな、うん、働いてもないし、うん、なんかそのレンタル何もしない人とかね、うん、プロおごられやとかっていう、おご、うん、られることをなりわいにしてるとか、何にもしないことをなりわいにしてる人がいるんですよ。でもめちゃくちゃ人気なんですよ。っていうこともね、起こり得るんですよね。そうですね。だからそこってわからない、みんなが作る価値なんで、うん、そういう意味だとね、やっぱ東京とか、まあ、関東関西の中心地がやっぱりその、はい、多様性を身につけるにはいいよね。うん、やっぱ田舎はかなりその目があるからね。まあ、そうですね、うん。そういう意味ではそうですね。そうですね。だからね、まあ何でも挑戦しようっていう話かな。じゃあ今日はこの一言でお別れしたいと思います。俺たちはカメレオン。さよなら。本日の番組はいかがでしたか？番組ではフィナンシャルプランナー藤井に聞いてみたいことや質問を募集しています。方法はスマートフォンで FP 藤井とインターネット検索をしていただき、 FP 藤井の稼ぐ、増やす、守るブログにアクセスいただき、その記事内にある LINE で友達追加をクリックすると、LINE にてご質問していただくことができます。今なら藤井が実際に有料で販売していた新規キャッシュポイント構築セミナーの動画を漏れなくプレゼントさせていただきます。またフィナンシャルプランナー藤井が不定期で配信している新規不労所得情報メルマガも無料で購読していただけます。どうぞ合わせて読んでみてください。こちらの感想もお待ちしております。それでは次回の番組もどうぞお楽しみに。